はい、私たちは世界一周旅行中の夫婦で、現在はマレーシアのペナン島に来ています。来てます。で、今日はですね、このペナン島のジョージタウン周辺を観光していきたいと思います。行きましょうか。レッツゴー。 ゴー。こちらが、ナシカンダーのお店。あ、いやいやいや、ファミリアレストランです。ナシカンダっていうのがペナン島発祥の料理なんだけど、ご飯の上におかずのして、その上にカレーソースをかけるっていう料理です。そのペナン島発祥のナシカンダの老舗のお店で、一番古いらしくて115年創業から経ってるっていう、有名店、老舗店です。なんかすごい美味しいらしいから結構楽しみだね。はい、すごい、なんかいい匂いがずっとしてるね。スパイシーサッピーチュミチュミアダチュミチュロアダベペアダマスカイOkra. Okra. 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 Okra.
Indonesia tak ada. So big. The one seed. Send my bottle. Okay, so you want veggie? Cold?じゃあこちらがですね、老舗ナシカンダ店の、ナシカンダです。のレコメンドだね。そう、レコメンド。もう分かんなかったから、言われコメンドで、うん、で、アンダー20リンギットで。って言いました。まあ、41.4 リンギットなので、まあ、こんな感じです。消費税が多分入ったんだね。うん。はい。はい、いいよ。はい、それではおじさんおすすめのメニュー食べたいと思います。何が入ってるの、それ。でね、卵とじゃがいもとカレーだよね、多分なんか。あ、そうそう、カレーを上にかけてくれてる。すごい肉だね、それね。これめちゃめちゃ大きいよ。これ何肉かな。分からん。あなたの方はマトンって言ったね。うん。で、あとなんかね、カレー風味の漬物っぽい感じの雰囲気のもの、ね、はい、行ってください。はい、じゃあちょっとまずはカレーから、カレーとご飯からかな。すごい、このカレーが、あ、カレー、ご飯がさ、色がさ、うん、ビリヤニだもんね。めっちゃついてる。いただきます。はい、うん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 、おいしい。うん、あのカレー風味なんだけど、いや、辛っ辛い。あのご飯ももちろんカレー味で、で上のカレーがやっぱ全然違うね、日本のカレーとは。あー、どう？スパイスが多分すごいいっぱい使ってあるから、めっちゃ奥深い味してる。よく日本でも今流行ってるあのスパイスカレーって感じ。うん、そうだね。うーん、の強化版。強化版。うん、めっちゃ辛いし、いやでも複雑な味なのか。うん、複雑な味してる。美味しい。ちょっと美味しいな。じゃあちょっとこの結果にいきますね。やばい。でかっ。ガブっていっちゃったよ、ガブっていっちゃったよ。いくよ。うん、うん、柔らかっ。うん、ほぉ、ほろほろ。うん、うん、何、牛、牛、牛、おいしい。柔らかいんだけど、なんていうのかな、肉としてもちゃんとしてる。何で似てあるの。ん、何で似てあるの。カレー風味。カレー風味、これ自体もカレー風味の味がする。でもなんかこの脂っぽいって感じじゃなくて、赤身の肉肉しい、あの脂っぽいって感じじゃない、あんまりで、赤身で肉肉しい感じ。あのね、すごい美味しい。これ肉多分いい肉だわ。うん、めっちゃいい、美味しい。
さすがおじさんのリコメンド。リコメンドですね。うん、はい、じゃあ私の方もいただきます。このね、でっかい肉とね、うん、これ何肉だっけ、マトン、うん、と卵が乗ってる。ちょっとひとまず米の部分だけ、うん、むく野菜をちょっと食べてみよう。うん、カレーピラフだね、うん、あ、辛っ、辛いよね、辛っ、あとが来る、あ、すごいね、うん、でもなんか、単純なカレー味じゃないよね、うん、単純なカレー味じゃない、スパイスだね、うん、よいしょ、このでかでか肉、でか肉、いいよ。あ、もうホロホロだから簡単に剥がれるわ。いただきます。うん、めっちゃうまい。ね。うん。めちゃくちゃうまい。肉の旨味がすごい。ね。もうカレー味で辛いけど。うん。うまっ。だからタンドリーチキンを少しマイルドにした感じだね。うんうんうん。うん。うまいかもで。あ、でも。なんだろう、肉のこの旨味の出方が全然違うわ。あ、そうだよね、日本のあのね、うん、ネパール料理屋で食べるよりは、うん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 、そう、肉が結構ちゃんと肉なんだよね。うん、うまい。なんかもう出し終わりましたみたいな肉でもなく、うん、油でもなんかもう溶けかけみたいな肉じゃなく、肉は肉としてちゃんと肉の味がするんだよね。いいね、これね、うん、結構ガツンとくるけど、好きなもの選べるじゃん、うん、もう俺らレコメンドにしたけど、そうだね、ね、うん、だってレコメンド続いてさ、このバリエーションがあるってことはさ、うん、ね、うん、うまい、はい、うまいね、でもね、美味しいね、ご飯だけでも美味しかったもん、うん、このね、野菜がね、うん、ちょっとね、この辛さを紛らわせてくれてね、あ、完食、めちゃくちゃ良かったね。20リンギット、うん、ヌートさんです。じゃあ、はい、回っていきましょうか。はーい、はーい、じゃあ、ペナンはこうやってストリートアートの街なんだって。うん、でストリートアートがね、見るだけじゃなくて、こうやってちょっと一体感で作れるストリートアートみたいな。じゃあひとまずちょっとストリートアート巡り行こっか。はーい、はーい。もうすっごいディープな通りじゃない？めっちゃディープだね、すごいいいね、すごくいい。わー、イヤリングとかもかわいいね。ピアスか。わー、すっごいめちゃめちゃいい。はーい、はい、はい、いい感じ、追いつけそう、大丈夫、楽しいね、本物だもんね、うん、はーい。ジョージタウンユネスコワールドヘリテージサイト。あ、本当だ。ジョージタウンはね、うん、ワールドヘリテージなんだよね。うん、世界遺産の街なんだよね。うん、かわいいもんね。うん、まあ、本当はあのいろんなね、うん、貿易の街として、うん、いろんな国の文化が入り混じったこの街並みが評価されて、うん、世界遺産。なるほどなるほど、うん、でそこにこの可愛い感じ、うん、なったと。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。じゃあ歩いていこっか。歩いてていいよ、いいよ。ここにもなんかそれぞれに自分がいる。ね、猫だ。本当だ、可愛いね。
行こうか。はい、はい、ピカチュウだ。そういうこと？そういうことなの？いいよ。ペナン、これで終わりです。はい。どうでした？楽しかったね。楽しかった。で、街が結構あれだったね、可愛かった。うん、だから金なくても観光できるというか。そう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 、うん、街見て回るだけで。歩くだけで。可愛いからね、楽しかったね。ご飯とか美味しくてよかった。はい、じゃあ。はい。じゃあまた。